はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。今回仲間モンスターの継承ガチャ、70匹とお別れをしていきたいと思います。ということで、まあ、早速やっていきたいと思います。まあ、基本的にはですね、10匹同じ種類のモンスターとですね、まあ、お別れをしていくという形になります。今回は、7種類、70匹とお別れしていきます。ということで、まずですね、虎男、10匹とお別れをしていきます。まあ、虎男ね、会心率の継承玉を、まあ、持っていることがありますので、まあ、この、ね、会心率 S が取れたら、まあ、いいかなと思います。まあ、理想的ですね。はい。というわけで、お別れしていきましょう。どうだ?はい。まあまあ、ちょっとね、今回は、はい。まあ、残念な結果となりましたが、まあまあ、どんどんやっていきましょう。次はですね、シルバーデビル10匹と、お別れをしていこうと思います。まあ、シルバーデビルね、イオの呪文、S とか持ってることが、まあ、あるので、まあ、そういうのがね、S 玉、ね、イオ呪文 S、これ落とせるといいですよね。はい、ということで、お別れしていきます。イオ呪文 S 来い!はい、攻撃魔力 A でしたね。はい。まあまあ、攻撃魔力 A は18個ですね。まあ、使ってないということですけどね。はい。まあまあ、次行きましょう。次はですね、ガニラスになります。はい。というわけで、ガニラスね、守備力 S とか、まあ、あるのかなという気はします。はい。まあ、なんとなくのイメージですけど。まあ、あんまりね、モンスターグランプリでは使わないですよね。まあ、守備力はすごく強そうなんですけど、はい。まあ、意外と素早いっていうのもね、まあ、あったりしますけど、はい。まあ、いや、とりあえず、一個だけ見ていきましょう。ガード率 A とか、まあ、あれね、まあ、こういうの、使えないこともないかなと思います。はい。ではですね、ガニラス10匹お別れしましょう。なんか S 来い。はい。あ、キングプレスがね、来ました。キングプレス6個目ですね。はい。まあ、あとはちょっと S 玉はないかな。はい。まあまあ、仕方ないですね。はい。はい。ではですね、次行きましょう。次はですね、ドラゴスライム10匹と、お別れをしていきます。ドラゴスライムのところまで、スクロールをしていきます。はい。はい。ドラゴスライム10匹ですね。はい。何も、出るかなというところなんですけど、どうですか。あ、ドルマ耐性 S とかね、あるといいですね。はい。というわけで、はい、ドラゴスライム10匹とお別れです。はい、暴風バズーカ1個来ましたね。まあ、所持数5個ということで、まあまあちょっと、うん、S の継承玉はちょっと残念ながらなかったですね。はい。まあ次行きましょう。気を取り直していきましょう。まあ先ほどね、キングプレスであったり、暴風バズーカ。まあこういうのが落とせたのは、まあまあ、まあまあ良かったかなとは思います。はい。はい。ではシールドオーガですね。こいつも守備力 S とか持ってるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。はい。というわけで、行きましょう。シールドオーガ10匹とお別れです。どうだ?はい。まあ、今回の残念ながら S 継承玉はなしと、いうことですね。はい。というわけでですね、次、キラーパンサーですね。まあ、ちょっと淡々とあんまり盛り上がらずに、進んでいきますけど、まあ、仕方ないですね。はい。ということで、ちょっと どんどんスクロールしていきます。はい。ではですね、キラーパンサーですね。はい。未だにですね、このキラーパンサーから落とされる可能性のある、素早さ S のね、継承玉を持っていないんですよね。はい。一個も落としたことがありません。はい。こいつは、まあまあ、ないですね。はい。というわけで、素早さの S の継承玉が来たら理想です。お願いします。どうだ?はい。まあちょっと今回は C と D しかなかったですね。はい。ろくなもんでもなかったという形です。はい。ではですね、最後になります。悪魔系のギガンテスね、ですね。はい。10匹とお別れしていきましょう。まあこれはね、1万8000ポ族なので、まあそもそもですね、はい。S の継承玉候補を持っている可能性が結構高いと思われます。ということで、
ちょっと見ていきましょうか。ギガソードと斬撃耐性 A。こいつは、マシン特攻 S ですね。はい。あとはこいつは、ギガソードと守備力 A。これ最後にしましょう。ギガソードと激しい竹、大竹火ということで。まあまあ、とりあえずね、ギガンテス10匹と。まあ、S の継承玉。まあ、できればね、ジバリア斬撃大義 S とか、それが欲しいかなと思います。行きましょう。お願いします。はい。残念ながら、まあ、ギガソード1個来たのは良かったです。ギガソード、これ2個目になりました。まあまあ、これは良かったですね。あとは、ちょっと S の継承玉は今回はなかったということで、まあちょっと渋いですね。もう最近全然、のような気もしますね。この継承ガチャについては。うん、まあ、粘り強くね、やっていくしかないのかなという気がします。まあ出るときね、1回のね、動画で S が複数出たりするんですけど、まあ、ここのところ S の継承玉なかなか出ておりませんが、まあ仕方ないですね。まあこのね動画を見ておられる皆様には幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。